はい、皆さんこんにちは。今日は、マドマーゼルルールーの松本さんを籠井祭りでちょっと散策してみたいと思います。はい、こんにちは。こんにちは。松本さん、このちょっとルールーのまずスタートの時点のお話からお願いしたいと思います。はい、はい、こちらの通りは大正ロマン夢通りという通りになります。しかし銀座通りの名前が大正ロマン夢通りという通りに変わりまして、はいはい、そのど真ん中の、場所にあるマドモアゼルルールという刺繍の作品と教室と、あと私の帽子の作品が販売しているお店です。これが帽子ですか？そうです、私が作った帽子です、はい、デザインしたわけですね。はい、こんなのを作っております、はい、それがそのルールというところで販売してる、はい、じゃあ、これから川越の街を、川越祭りを散策していきたいと思います、はい、はい、よろしくお願いします。これが自己シャンパン。シャンパンです。はい、そうです。お酒入ってる。そうです。7% です。あ、はい、着きました。川越の熊野の神社八田烏さんが、ご神体っていうのかな、分かんないけど祀られてます、はい、もともと北条政子と関係があるんですかね。銭洗いと、それから八守を作る、はい、はい、今日ごとお願いするの。あー、なるほど。いや、ゴールだ。縁結びの神様みたいな、なんかカップラをしてなんかやってました。はい、じゃあ行ってきます。銭を洗って、はい、服があって、そうそう、お金を清めて、またリターンがあるってこと。そうですね。あ、ご利益ありました。いや、私いや、札洗っちゃダメですよ、お金銭なんで。それで一木島姫の御事っていうのが面白いです。はい、最近、これはなんていうの、レンケージ。レンケージ、ここの、大体有名なお寺からはレンケージなんですか。そうですね、はい、本当です。じゃあこれからまたレンケージの方に行きますので、はい、はい、じゃあ銭を洗います。はい、はい、ポンペかければ、はい、わかりました。はい、増えるといいけどね。再生は池の中に入れず、再生箱に入れてください。入れます。熊野神社に来ました。はい、どうも。今日川越祭りの、様子を今回ってるんですけど、熊野神社さんの方は今日はすごいお客様いらしてますか？そうですね、おかげさまでたくさんのお客様にいらっしゃる。そうなんですね。どうですか、縁結びの方と勝負事だと思うのを見てみますか？このでも京都もすごく可愛らしいですけれども、はい、これのポーツっていうのも
お仕事ができることも。そうですね、私たち巫女は、はい、やらせていただきます。なんか清らかな気持ちに私たちもなりました。はい、頑張ってください。はい、ここが結びの場という、庭ですね。庭ですね、結びの庭。縁結びの庭。ヤタガラス様から、はい、一言いただけるそうです。あ、カップルが。はい、あ、なるほど。本当に2人で、はい、回って、はい、お参りするそうです。はい、じゃ今ですね、はい、連絡町の梨の方の、はい、進んでる途中ですね。はい、今、転倒になります。はい、で、手ごまいの女の子と、はい、陶器を持って、あ、ありがとうございます。そうですね。はい、店に向かって、今お囃子の方を奥で、はい、行ってます。それでは連雀町の方の方、私の、はい、先頭におりのお菓子の名前をお願いします。私、三枝と申します。三枝さんも、はい、ありがとうございます。今日は出汁の方の先頭、頭の一番上に立っているシンボルの、はい、お人形なんていう名前の、あれは太田道館といいまして、川越城を築城した武将の方のお人形が飾られています。江戸城も築城したあ、そうなんですね、はい、なんか国際フォーラムのところにも銅像ありますよね、はい、で、すごいですよね、神社の前にも、さすがここに道館で連雀町のシンボルの連雀町の、ね、シンボルの道館です、はい、どうぞ。大体何年ぐらい前からやってるんですかね。眠れなくて